2月8日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。 あのこの番組、月曜日から金曜日までお送りしてますがで、えー、先週の1週間はです、ねえー、6時20分過ぎのコーナーで、えー、コロナで負けるなということで、まあ、補助金だとか、あのー、いろいろ行政から、あのー 手が差し伸べられてるんだけどなかなかそれが分かりづらかったりとか情報伝わってないんじゃないかというようなね、えー、スタッフがそういう危機感で井戸さん、こういうのやりましょうよなんつってあの提案してくれたところでですね、えー、1週間、あのー、横で、えー、引いてやってまい、えー、りました、はい、でその感想もいろいろいただいてですねで特にあの金曜日月曜日とそれから水曜日と金曜日にも、えー、触れました新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金これあのほら アルバイトの方でも対象となる可能性は非常に高いですよということそしてあの雇用調整助成金とかあるいはその雇用調整助成金の特例措置なんかは企業が動いて申請をしなきゃいけないんだけれどもあのそういった企業が動いてくれないところで最初は中小企業対象だったんですけれどもこの 休業支援金や給付金というのは働いている方自身が申請すればお金もらえるよっていうような制度なんですって話をしましたが <S,、はい、<S, S さんという方からいただきました2枚にわたるメールなんですが、うん、近畿地方でスクールソーシャルワーカーをはじめいろいろな福祉職をしていますということであの学校 にソーーーシャルワーカとーとしてて入っているとでどういう方かというとあの公立の通信高校でやってらっしゃると、まあ、あの通信だと、ねえー、この通う生徒は15歳から70歳までいるということでアルバイトで家計を支えている生徒もたくさんいるんですとそういった方々が、まあね、通信生とはいえ学校 という一つあのアクセスを常時する拠点があるということでそこで、えーまあ、あの常駐というかねいつでも相談できる形にして、えー、まあ 環境面から考えていくと、うん、あのスクールカウンセラーというとどっちかというとこう心の部分を支える方ですけれどもそうじゃなくて、まあ、周りの環境、まあ、あの家庭がどういう状況であってどういう収入状況であってというところで、えー、いろいろこう話をヒアリングしてで、えー、その上でだったらこういう支援の体制があるぞということだったりとかをおいろいろ提案するという方があお仕事をされているそうなんですが。はい、えー 通信なんであんまり投稿することがないので給付金について学校のホームページや校長先生のブログなどで告知をしてますがそもそも書類を国家に提出するということをしたことがない生徒さんたち面倒くさいし漢字も多いし分からないしとなかなか利用に結びつきませんで今まではあの働いてるところが中小かどうかっていうので一つ線引きがあったのでそこも分かりにくいんですぐに諦めてしまいがちでしたとで今回大手が OK という話は遅すぎるとは思いますけれども生徒さんが 諦めず必要な時に行政に頼ったらなんとか生きていけると思ってもらういい機会になると思いますと、えー、世の中には15歳でも家計の大黒柱にならざるを得ない人もいるんですと、うん、えそういう人たちにとって助けてくれるいい制度ではあるんですが正直、中学を卒業したばかりの子どもたちには分かりにくすぎますと、まあ、もちろん YouTube なんかで書類の書き方とか案内してくれるんでやろうと思ったらできるんですが広報が硬すぎて伝わってこな,ないようで利用促進に苦心していますと。でえー この方のお嬢さんがですね大学生の娘なんですがカフェでアルバイトしていてた、ま、試しに請求をさせてみたらえ1回書類の不備で返送されてきたものを40万円いただくことができましたと口座への振り込みが確認されたとき娘がよかった、これでお金の心配をしないで勉強ができるこのお金で勉強の資料を買いたいと話していてこの給付金失ったお金を補填するだけではなくて子どもたちの未来への投資になるんだと強く確信しました。えどううぞ、えー、給付請求するように続けて 声をかけてくださいと学生たちは思ったより素直でお金をいただけたら真面目に使ってくれます高校生でももらえるということをもっと広報してくれると嬉しいですよろしくお願いしますと、えー、S さんからいただきましたそうこれ年齢の制限ありませんからアルバイトであってもあるいはあの休業だけじゃなくってシフトがちょっと減らされたとかですね今も働いてるけれどもっていう人でも。 給付の可能性がかなりあるとということですのでこれあのいろいろとですねあのご要望もいただいたんでここの,その給付金等々特集した部分だけをちょっと切り出してですねあのポッドキャストとユーチューブにえ上げていこうとでそこのところにあのいろいろあの制度ごとにリンクを貼ってですねであの申請とか それからあの案内とかこちらですよっていうのこれねあの本当はまあ文字にして書きたいところではあるんですけど結構、ね制度がころころ変わるっていうのが特にあの2月の切り替えの時期だったんであの放送で喋ったことがまた予さがついたりなんかしてあの財産児補正とかですねあのさらに制度が変わっている可能性があるんでちょっと最新のものは確認していただきたいのでリンクを貼るという形にさせてください。ぜひまたたこううやって申請したらどうだ

えー、遊びながらお知らせをしておりますので <laughs>、はい、そちらもよければぜひお聞きいただければと思いますメールいただいてますのでといます、えー、文京区にお住まいの一本放送さんから40代の男性の方ですね、はいえー、週末増刊号を聞きました偽コージー・バイデン大統領のスペシャルウィーク宣伝演説と、えー、新業アナウンサーのたどたどしい同時通訳がレベル高すぎて楽しすぎます。<laughs> ユニティですから。はい。結束です。詳しくはあのちうはい。週末ぞ感号のポッドキャストですとか YouTube 聞いていただければあのそのパロディというかそう普段の番組よりもですねディレクターが腕をぐるんぐるん腕を回してこれ作ってくれましたのでぜひよろしくお願いします。お願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。 取り上げるニュースまずは中国船が尖閣の領海に侵入してきたと2日連続で日本の漁船に接近したということですがおりしも中国では海警法が施行されてから初めてということになりますフェーズが変わってきていますそれからミャンマーです数万人参加の抗議デモが行われたとのことですそれから日米合意日本アメリカオーストラリアインドでの首脳会談開催調整というニュースそして北北 一方領土の日昨日でありました、えー、さらに足元の経済景気動向指数2ヶ月連続の悪化と週末に発表がされております <music> ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましてまあし 新型コロナに関してというところを、ねえー、持ってきているところも多いですが朝日新聞は緊急事態、えー、10の都府県で今日から延長というニュース、えー、それから毎日新聞はコロナの重症数が想定以上だったというです、ねえーまあ、あのー、これ人工心肺装置ですがを使う医師らで組織するエクモネットというところの、えー、代表の方の、まあ、インタビューを中心とした、えー、記事を出しております。で一方で、えー、読売新聞は日本 版画の巨匠たち、えー、平山育夫さんだったりとか東山海さんだったりとかの、えー、偽の版画を大阪の画商が販売していたと作られていたというようなまあこれを警視庁が今捜査しているという独自記事を出しております、えー、またあ産経新聞は朝鮮学校への補助金75%減と、えー、10年間でそれだけ減ってきているという自治体の見直しが拡大しているというニュースを取り上げておりますでそんな中 気になるのはですね、まあ、あのこれ週末テレビでも結構やってましたけれども新型コロナ、まあ、去年のこの時期ぐらいから、えー、この時期っていうとね日本ではあの例のダイヤモンドプリンセスの横浜に入港があって、えー、いよいよこれ日本にも入ってくるんじゃないかみたいな話になってましたが、えー、中国ではもう一昨年の年末あたりからすでに出ていてそして、えーまあ、年末どころかね、えー、一昨年の、まあ、秋口からも出ていたという話がありますが。が、え、が、ー、それがあ武漢で新国家 がしてきたというのが年末から年始にかけてでその辺りで、えー かなり警鐘を鳴らしていた方の一人がですね武漢市の李文良医師この方あの初動のね遅れ等々の批判等々もあってそして警鐘を鳴らしていたということで最初あの警察から呼ばれると、まあ、あんまり余計なこと言うなということなども言われた人でありますでその後まあその辺の経緯も含めて明らかになってむしろこの深刻な事態を一番最初に警鐘を鳴ら した人を批判するとか、えー、口を塞ごうとしたってどういうことだということで、あの今は歴史というですね。あの献身的な行為をした国民に送る称号も与えられているんですが、ただえー、一死亡なくなってから1年が経って、その追悼というものが武漢でなかなかできないというあたりが書かれています。えー、読売新聞現地ルポも含めて武漢の意思追悼を封じ込めコロナ拡大に継承。死亡1年といや。確かにあの当時は？ あのー。 北京政府レベルではほとんど動いていなかったというところで私、記憶しているのはそれこそこれがあの出始めてきて李文良氏がえかなりこう警鐘を鳴らしていた時っていうのは1月の頭ぐらいだったと記憶してるんですがまもなく春節がやってくるとで春節がえ去年の場合は1月の半ばにもうすでに来ると暦の関係ででですねであのそこから日本にもやってくる可能性があるということを、まあ、この番組でも何度も申し上げたと思うんですけれどもじゃあその 時に、えー、中国のトップは何をしていたかというと実は春節の直前はミャンマーにいたんですね。 ミャンマーにいて、アウンサン・スー・チー氏とも会ってるし、えー、軍の関係者とも会っていたというような話もありですね。えー、それこそ、今、取り沙汰されているフライン司令官とも会っていたんじゃないかというようなんですね。えー、まあ、もともとそのミャンマーとのつながりというのは、えー、非常に中国は深いということも言われていて、まあ、特に、えー、え、まあ、当時はアウンサン・スー・チー氏が政権のトップだったということもあって、トップ同士の会談というのもやっていたと。で、まあ、そんな、あの、報道も残っていて、実はその後、 あのー。 そのミャンマーとの国境に近いところのですね、えー、雲南省あたりにも訪問をして、で、そこで春節を祝うみたいなことをやって、えー、地方もこれだけ、えー、習近平政権下で潤ってきているんだっていうのをですね、大々的にアピールをしていて、えー、そこにコロナでまずいことになってますよっていうのは一切、えー、上がってもいなかったし、え対応もしていなかったと。あの当時は、え李克強首相が中心になって対応していたんですけれども、 中国の歴史の中ではすでにその辺というのは洗い流されていて、ええー、旧国の英雄、習近平氏がすべてを取り仕切ったのであるという、まあ、そこへ行くと、この李文龍氏の存在というのは非常に、えー、邪魔であるというところもあって、えー、中国当局も封じ込めというところになっていると。 えーえー、この1年いろんなことがあったなとういうことが分かる記事でもありました、えー、ミャンマーについてというのは後ほどね、えー、次時台、えー、今日のコメンテーター評論家の宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っております ここが気になるプラスです、えー、先ほどですね、6時に配信されてきた共同通信の記事なんですが、えー、ワクチンの安全、有効性を確認という、えー、ファイザー社が出している新型コロナウイルス感染症ワクチンについて、まあ、これが一番最初に日本に入ってくるぞというふうに言われておりますけれども、えー、国の医薬品審査を担う医薬品医療機器総合機構が安全性、有効性、特段な問題ないとして、審査手続き簡略化した特例承認を認める、えー、審査 報告書をまとめたことが関係者の取材で分かったということであります。まあ、最初の関門をクリアしたとで今後のスケジュールなんですけれども12日に開かれる厚生労働省の専門部会に示して妥当と判断されれば厚生労働大臣が15日に正式に承認をするということです。でちなみにワクチンをじゃあどこかから持ってくるかとあのよ 確かあ報道によればですが、えー、ヨーロッパのベルギーから持ってくるということなんですけれども14日にその第一便が届くということですで準備が整えば同意が得られた医療従事者およそ1万人への先行接種をすると、えー、17日に東京都内で始める方向で調整をしているそうだということであります。こ、まあ、これれいいいよいよ接種が始まるというとうろなんんですけれどもも、ね、一部にはそのお医者さんたちも えー、自ら撃とうというような人は3割しかいないみたいなですね。えー あのアンケート調査を出すようなところもありましたけれども、なんかいろいろ取材をすると、いや、そんなことはなくって、結構この、えー、枠に対して、ねえー、それ以上にお医者さんの応募はあるぞというようなです、ね、話が、まあ、あのアンケートというのも、千何人対人に対してっていうようなものだったのでえ、えー、その辺もあるのかなというところなんですけれども、ね、その話も、漏れていただこれ、3週間空けて2回打つとか、まあ、そういうところで、データの管理をどうするんだと。 まあ今、これはあのお医者さん1万人余りが対応の先行接種なのでシステムは作れるんだろうと思いますけれどがその先の話というのはこれからになっていきそうだとまあこれも急がなきゃならないというねえ話ではありますがまあその辺、ワクチンについてえ詳しい話今週は、えー 東京都医師会の副会長の角田先生、まあ感染症の専門であります。お話伺ってますんで、こちらもぜひお聞きいただければと思います。ワクチンについてっていうのをね、今週半ばぐらいに出てくるのかなというところです。ここが気になるプラスでした。 さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん、えー、日本放送関西社大阪からのご出演です。宮崎さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえ、緊急事態宣言が伸びたということもあって、えー、今月も大阪からということになります、はい。多分来月も大阪からになると思います。うん、うんやっぱそうね、そうですよね。3月7日まで今のところ緊急事態宣言が出ている。 まあ、しょうがないね。まあ、そうなるとね。はい、えー、えー、大阪、お天気どうですか。ちょっとどん天ですね。ああ、なるほど。うん、こっちもね、なんかちょっと曇りがちで、今日は寒くなるぞっていう感じの。そうで、ん、す。お天気になっておりますが。すねはい、さあ、あのー、宮崎さん、あのー。 今度、今度というか今日からアップされますけれども、三浦瑠ルさんとの対談が YouTube に上がるという、ね、これはね、創発プラットフォームというですね、はい、財団がありまして、はい、そこの客員主任研究員の三浦瑠ルさんが YouTube で、はい、チャンネルをスタートするということはねチュ、ユーチューバーになれる、なられるんでしょうかね。でですね、そこで。 今回は第1回のゲストということで、うんはい、新型コロナウイルス感染拡大との対策とその影響と評価みたいなことをえお話しします、ねまあ、どちらかというと、ねはい、え三浦瑠璃さんは <laughs> あー経済を回せ派に近い方だと思うんですよね多分ね。はいえー で私はほら、はい、この番組では何度も申し上げた経済は回らない派なのでなちょっとその2派で、えー 2> えー、対話してみようかなという。三浦さん、ね、結構この試験の制限とかその辺の話とかも含めていろいろ論考されてますもんね。えー、だから、えーまあ、そのちょっとねあのゼロコロナ派の人たちとはさすがに話にならないのでどちらかというと。 あのこの試験制限とかね、はい、そういうところに対しては警戒的であるけれどもしかも経済について十分なこの手当てをしなければいけないという立場ではあるけれども、はいえー、微妙な違いがあるというところでですね どう対話がどうなっていますか <laughs> ぜひともお聞きくださいいやちょっと面白そうで、えー、今日から三日にわたってア,アップされるとる三部構成でや、ね、三部構成で <laughs>、えー、ということで今日も八時までですが一つよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです ラジオのの日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきます あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています 2>, 2月8日月曜日時刻は朝7時を過ぎました最初のニュースこちらです中国船が尖閣領海侵入2日連続日本漁船に接近 中国海警局の船2隻が昨日沖縄県尖閣諸島周辺の領海に侵入し日本の漁船に接近する動きを見せました海警局の武器使用を認める海警法が1日に施行された後中国当局の船が尖閣周辺の領海に侵入したのはおとといに続いて2日連続となります 日本の漁船には5人が乗っていて海保が巡視船を周辺に配備して安全を確保したということでありますこの週末に動いてきたという感じですか宮崎さんあのもう接続水域とか業界に対する侵入というのは完全定例化、はい、ルーティン化しているという感じですよね。ここれは一体何をこう目的としてうういう 侵入か活動するのかっていうまあ一つに背景にはね、うん、おっしゃるように、はい、あの会計法というものができて、えー、このお法律というのは、うん、例えば20条で、はい、外国の組織個人が我が国の管轄する海域や島に建てた建造物などで我が国が批准していないものはあ撤去命令強制撤去を行う権利を有する。うん22条で会計、えー 会計機構は武器使用を含む一切の措置を講じて制止排除する権限を有すると書いてあるわけですよ。はいえー、武器使用を含むというところが、はい、ここが、まあ、非常にこうくせというか問題のか箇所で、まあ、要するにこれ、えー、もし尖閣に適用されるのであるとすれば、はい、えー まあ、この、うん、武器の使用ということが可能になる可能性が20条と20 2二条をですね組み合わせればあのということになるわけですよねで、まあ、はっきり言ってこれは日本の実効支配というものを足元から揺るがす法律であって、はいまあ、まさにこのここを狙い撃ちしてきたのではないかと。えー いうふうに考えられるので、非常にこう今までとはあの次元の違う、うディメンションの違うところに、えー、立ち至っているというふうに考えるべきだと思いますね。いや、その上この構造物も破壊できるって書いてありますよね。ええ、この辺っていうのは、まあ今尖閣一住んでない状態ですけれども、やっぱりポストがありますからね。ポストがある、うん。ポストがね、えっとなあの。 かつて団体がね、はい、あの設置したポストがあるんですよ。えーえー、で、それを口実として、東大のようなものがありますね、あそこね。うん、あの武力行使をするということ、それのて撤去ということを口実として、名目として、もう名目としてその武器使用をするということ、可能性というのはまあ考えられないわけではないまあそれにの前前段階としてこうやって日常的に、はい。 侵入を繰り返すことによって、徐々にこの背踏みをしながら、徐々にあのの浸潤していくというような、ですねそういうこの作戦を取っているのではないかということが濃厚なので、何らかの対処を日本としてもしなきゃいけないと。で今回こ,でまあこれ、あのー 産経が結構詳しく出してますけれども、この漁船を守るためにあの海保は八隻の船を出していたっていうような話も出てますが、これ海保にかかる負担っていうのはますますきつくなってくるということですかね。いやもう本当に大変だと思いますね。相手の船も大きいし、あのー、そうそうそうで向こうはほ,ほとんどこうあの準軍隊というか、はい、まあ軍。えーえー 海軍に近いものですよね式命令系統は中央軍人会の傘下だからもうこれ軍ですよほとんどね。そうそうあの私は、まあ、準軍と言ったけれどもうもう完全に軍です海軍ですよね。それと海保で対応できるのかっていう問題もありますしちょっとこの中国のね、はい、こ,のこういう強引な海洋進出を警戒して。うん 英仏に加えてドイツなども、うんはい、アジア地域への,ごの感染派遣というのを計画しているということで,です、ね、まあ国際的にも、ね、非常にこの国こ,こにおける中国の行動というのは、うん、あの注目されているというふうに、うん、見るべきだと思いますね、うんえー、まずは尖閣周辺の情勢についてでしたおはようニュースネットワーク 取り上げるニュースはこちらですミャンマーで数万人参加の抗議デモミャンマーの最大都市ヤンゴンで昨日7日クーデターで実験を握った国軍に抗議する大規模デモが一昨日に続いて行われ参加者は数万人に達し僧侶による2007年のデモ以来の規模となりました国軍が抗議の拡大を抑え込もうと情報統制を強化する中デモは一段と勢いを増しております えー、デモ隊は拘束されたアウン・サン・スー・チー氏の解放を求めるプラカードや肖像を掲げ独裁、えー、の抵抗の象徴である3本指を立てるポーズを取りながら街頭を更新したとということです、えー、先週の月曜に第一報が入ってから事態がずっと動き続けているという感じですが宮崎さん、どうご覧になりますか。そうですね、あのー、確かに事態はずっと動いてるんだだだけどまだまだこのう 打開の道は、はい、あの見いせないという、えー、そういう感じだと思いますね。国際社会が避、まあ、難を出したりとか国単位ではいろいろやっているというところですが、まあ、あんまり現地から情報が出てこないですからね。そうですね、まあ、情報統制をかなりあのしているんだと思いますけれどもあの確かにねこの 数万人達して断固し数万人に対して大きなこのうねりのようなものをこうあの軍政に対するうねりみたいなものは感じらさせるんだけれども果たしてそれで、えー、軍政が、はい、あのだできるかっていうとですねうんアウン・サン・スー・チーさんの復権がなりなり どちなるかというと、はい、まあちょっとそれもまだ予断を許さないなという感じがしますね。うん、まあ、今日あたり、結構、分析の記事なども出てますけれども、まあ、国軍とこのスー・チーさん率いる NLD という政党のこう対立みたいなところで、去年11月の選挙の結果を受けてというところが強調されてますね、この辺まあそうですね、ただね、そのあの対立というけれども。はい うんこうそれほどこう深い対立だったのかというか例えば、まあ、はっきり言うと、ええ、アウン・サン・スー・チー政権は軍をちゃんとこう統制、うん、支配下に置け,た置けていたのかというと。はい ちょっと疑問なところがあってまあ要するに、えーあのー、う,まうまく飼いならそうとしていたんだけれども、はい、どうもこのそのように失敗してう、えー、結局もう再びこのお軟禁されてしまったという、はい、そういう感じ印象が強いですね。で,ですからまああの2016年にねスイッチー政権が誕生していれて,て。はい 以来もう少しこうなんてうの強力な、あのー、リーダーシップで、えー、軍を統制していくということが必要だったんだけれども、まあ、それに失敗したのではないかとでまあそれは例えば憲法の内容がね非常に問題があって、はいえー、国会議員のうちの 国会議席のうちの4分の1が軍を確保しているとか、うんはい、あ軍部が政府に次ぐ主要ポストを独占,している独占を許しているといった何かこう、まあ、そのなんとか軍と,と折り合いをつけながらやっていこうとしたんだけれども、はい、結局軍旧来の勢力というものを解体し尽くすことができなかったと。 だから本当は憲法改正というのが必要だったんだろうけれどもこれが、はい、あ先ほど申し上げた四4分の1は軍人が支配していると非常に大きな勢力で政治のみならず経済もあの軍は MEHL っていう、ねはい、そのミャンマーエコノミックホールディングスっていう一種の国軍が支配している、はい。 これを何かを支配しているのでなかなかもう非常にこう構造的に難しい状況な経済まで軍が支配しているというのはなかなか難しくて、はい、ここでね日本のこう立場というのは非常に難しくなっていって日本という国は実はあの政府系つまりアンサンスーチ側にも、はい、国軍側にも国軍側にも えっとあのまあこの人脈とかええへへコネクションとかがあるわけですよ、はい、で企業もそうで例えば今言った。はい MEHL に対して合弁,企業を行う合弁企業を作ってる当時にねそういう企業っていうのはキリンホールディングスをはじめとしていっぱいあるわけねえー、ええー、えメーカーじゃなくて飲料メーカーがそうそうそう,うこれビールなんですけどねなるほどで政府系のアウンサンスーチ側の この企業と,も合,と合弁とか協業を行っているところも結構あって、k d d i とか住友商事とかう通信ですけどね、純粋な民間企業というのもうん、うん、どんどん合弁というのもあって、これはイオンさんとか<ー>ああのが何度か行っているというなるほど感じ分かれて,いて、はい、まあ一番いあの 困っているというか悩んでいるのは国軍系企業との合弁を進めてきた企業だろうとでこれは要するになんでう困るかというと、まあ、政権ってあのダッシュしちゃったんだがむしろいいんじゃないかというふうに思われるかもしれないけどバイデン政権が非常にこの,あの軍政に対して強いこの,あの。 怒りを持って対しているので、ここがね、えー、難しいところですね。まあ、やっぱアメリカとしては、このクーデターというものそのものをまず許すことは絶対できないというで,できないですね。私は正当だと思うんですけれども、はい、おその上に、この経済制裁ということになってくると、はいおまあ、アメリカの出方次第によると、おその国の 軍系のです、ね、企業に出資していたり濃厚な取引関係があったりするものに対してが制裁の対象になってしまうという懸念というのも出てくるわけですねうん、うんうん、これあのアメリカはそうやって制裁するかもしれないというところですが日本は日本での,そのコネクションというかかつての戦後賠償から始まってずっとつながりは続けてましたよね。年年代代代にスチーさんがそそれれこそ拘束された時代も フラではいいろろやっていたそうなんですよですからあの、まあ、とりあえずその軍政を段階的に解除していくために何、えー、か両者をこう政府系と国軍系を両,両者を取り持つようなです、ねはい、何かです、ね、そういうことができないのかっていうような感じも。 うんしななくももいんですけれどもまあそもそもね先ほど言ったように、はい、あの算数地位政権下においても軍っていうのはそれなりに力をです、ね、伸ばしていたわけだな,、ええ、なので、はい、再び温当な形で収で、ねえー、めることができないものかというふうなことも 日本の立場としてはね考えざるを得ない、はい、というのはなぜかというと、ええ、これでですね日本と完全に切れ切りは離されてしまったら、はい、これはね中国のですねまあこの影響影響下に非常に強い影響下にこの置かれてしまうわけですね、はい、あのもうすでにミャンマーっていうのは、えええー、これは国際戦略上の要所で あの中国とつなぐガス・石油パイプラインとか鉄道とかができていますので、はい、まあはっきり言ってこう中国からするとええ今がチャンスとそうですよねインド洋への出口を求めるという意味ではそ<う>ここが格好の道になっていくわけですねとでもまあ経済発展を特に国際的な経済発展を望むためには、はい、ああのアメリカや日本のですねうんうん、うん 力というものが必要というところであの私はここであの、うん、ミャンマーというのと関係が完全に消えてしまうというのは、はい、あ国際戦略上好ましくないと日本は非常に難しい立場を軍政には反対しながらも関係は 続なんとかこういい方向に持っていくというようなですね世に働きかけていくというです、ね、そういうことが必要になってくるというまあう外交力が必要なんだけど果たして日本にそのほどの外交力が、はい あるのかっていう,うん、あの外務省や政府や外務省の力が問われるところですねうんこれ、どうなんですか、外務省だとか、あるいは外務大臣だとかって、まあ、当然こういうことがあると注目されるところですけれども、もうそのおっしゃっていた民間のパイプとかも考えると、それだけじゃ足らなくなってくるって感じですか。うん、あのこれはあの 全力を挙げてです、ね、えー、官民、民主に協力して、この事態に当たらなければならないというふうに思いますね。特使立てるとか、そういうようなことも必要なとすそれもいいと思いますね、ただね、それをこうアメリカが許してくれるかどうかっていう問題が、<ー>アメリカが極めて強硬なあ、はい、路線に出た場合に、えー、表立って特使を立てるというようなことを。 そういいうう独自外交が日本ででできるかっていうことです、ね、うんなるほどパイプはあるけどそれを活かせるかどうかっていう別の外交力が今度試されるわけですね。ということですね。うんでは「教えてニュースキーワード」です。北方領土の日 北方領土の日の昨日7日北海道根室市で島の返還を訴える住民大会が開かれました新型コロナウイルスの影響で今年は大会の様子を元島民らにオンラインで配信する異例の形となりました、えー、日露通行条約が調印されたのが1855年のこの2月7日であったからと。 そこで北方四島が日本の領土であるということが両国間で確認されたというわけですね。あうんさあ,、まあ北方領土の、ね、問題に関してあの前政権はなんとか動かそうというようなことがあったやに報道されてましたけど、えー、北方領土問題を解決して、はいえー、もしくは解決のメドを確かなメドをつけて、えー 平和条約を結ぼうというのが前政権、はい、安倍政権の第二次安倍政権の当初の目標だったんですけど、うん、まあどれもちょっとうまん、まあ、いろんなアプローチを変えてとかあるいは先に島民の交流の方をこうちょっとまあ制限を緩めてやるような形にして、まあ、母さんだとかっていうようなところから、まあ、いろんな手を打って たまあでもその領土問題が残っている限りは平和条約なんていうのは望みえないですからこれは相手があることですからね、はい、あのなかなかうまくいかないとこちらが妥協してばかりでも聞けないわけですから、はい、何かこうプーチン氏のこの発言を見ていると、はい、まあとにかく平和条約の方を先行させようと。 いうようなこのそういう口ぶりだったんだそういう興奮だったんだけれども、はい、それはありえないことなんでんまあ仕方がないですな、まあ、これ、ね、領土問題が動く時っていうのはそのロシア、あるいはソ連の政権ががたついた時なんじゃないかっていうような指摘もありますがその辺、プーチンさんはなんというか政敵を拘束したりなんかもしてますし。 こう向かかううところどうなんですかね敵なしになっちゃってるんですか、ね、まあね揺らいではいると思うんですよやっぱり、うん、あのデモとか起こったりでして揺らいではいるんだけれどもそのじゃあ政権自体がこうあの危機感を感じるほどの脅威を感じるほどの政権が覆されてしまうんじゃないかという脅威を感じるほどの状況ではないと。 うういうことですねまあまあ経済的にも私は非常にこうまだ苦しい状況にあると思うんですけれど、はい、なかなかそのような外的な条件で領土問題で妥協しようという姿勢というのはないですねうまあそうすると日本としてもこう打つ手はこれ、まあ、菅政権としても限られるところになってきますよね。 うん、だから、どんどん、ね、例えばこのクナシートの沿岸で射撃訓練を行うと通告したいですねこの北方領土での軍備拡張ということが、えー、なんていうのかなあの目に見える形で出てきているのでその姿勢というのが目に見える形で出てきているので、えー、大変こう苦しいう北方領土対ロシア関係という点では苦しい状況。 ですよねだから、この例えばコロナ禍の状況が常態化してしまうと、はい、もうビザなし交流もやらなくていいんじゃないかというようなこと、あ<ー>あのそういうふうなことを言い出しかねないというようなあの見解もありますから、そっか、今、コロナだから、こすべて母さんもビザなし交流も中止になってるわけですもんね。そそうそうそうだからもうもこ,このまままやめてしまおうと 特にビザなし交流に関してはやめてしまおうというようなことをです、ねはい、言い出しかねないような状況で、まあ、むしろだから北方領土に関しては冷え込んでいるとうまあその中で、はい、ただその日本として、ざ、えええー、してみてこの状況を見。このみみあのー 見てるわけにもいかないので何とかですね<ー>、えー、雑誌するわけにもいかないので何とか。 打開の道を探ってほしいとは思いますけどねまあね国民の運動も必要ですよこれはやっぱり世論のこうやっぱり高まりみたいなものがないことにはえあの外交を後押しするのは、えーえー、世論のやや高まりすぎるくらいの高まりですからでなんとかこの,、はい、この世論を抑えるためには、えー、あのええーはい この妥協が必要だというふうに相手を説、相手方を説得するというのが外交の要定でもありますから。はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。景気動向指数2カ月連続悪化。 内閣府が先週金曜5日に発表した令和2年12月の景気動向指数は景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて1.2ポイント下落の87.8となり2か月連続で悪化しました新型コロナの感染急拡大を受けて5月を底にした景気持ち直しの動きは足踏み状態が続き気象判断は下げ止まりのまま4か月連続で据え置いております ということで、まあ、家計調査あ、特に消費の冷え込みというものが、まあ、浮き彫りにこれはなってきますね、当然ながらね。うん、あの私は、ね、経済は回らない派なので、この経済回らない派ってどういう意味かというと、うんえー、コロナという、新型コロナの不安というものが完全に除去されない限りは、 この景気に対する影響というものはずっと続くて最大限でも7割までしか戻らない、うん、その不安があるかぎり、はい、でこれをおしかも、ね、これはあの例えば仮にですよ、はい、仮に今ワクチンが完全に行き当たって収束したとしてもしばらく続く続んですんましてや収束しなかった場合には延々と続くこういう状況が続くと。 はい、で時間が経てばたつほど悪化していくというふうに捉えるべき、うん、こ,うこういうふうな捉え方をするのは、経済は回らない派なわけですね。うんはい、で、えーまあ、この今回の景気動向指数というのも当然といえば当然で、自殺もね、自殺者数もかなり伸びてきておりますし、2万1000人ぐらいの、約2万1000人ほどの。の でこれはもうあの、かつての3万人時代と、1年3万人時代というのを目指す勢いで、うんはい、これから失業率や、倒産件数や失業率というのが、どう変化していくかによって、はいえー、これはまた自殺者数3万人時代というのが訪れるかもしれない。とりわけ今回は、やっぱり女,女性にの対するこう、まあ、貧困の女性化といいましょうか、うんうん、女性に対するこの、うん。 あの圧力といいうものがが非常に強くかかっている感じがします、はい、しかもねこれ自殺者っていうけど単純に言うけど、ええ、この自殺自死をこうあの選んでしまった人たちの背景には、うん、自死をしてしまった人々の背景には、はい、死なずとも生活困窮に立ち至っているような人たちが膨大にいるということを忘れてはならない。はい、ということでですね私はこの。 非常にこう深刻な状況であるというふうに思うんですね、うん、でこれをね、えー、あのまああとこの例えば DV とかね児童<ー>虐待というのもこれは経済とは直接関係し,しませんけれども直接的には関係しないけれども、うん、やはり予想通り増えてきているということで社会経済の状況というのはやっぱり非常にこう劣化している。う 脆くなってきて脆弱化しているということを言わざるを得ないで、はい、で、えー、で,ですね。はい、これをこう積極的にこう終わらせるのは基本あのワクチン接種があ全国津々浦々まで行き届いて、はいて65%にたあのワクチンによるこの免疫獲得者が65%になったときに初めてですね。はい、根気源的な不安。 この番組で申し上げたいわゆるナイトの不確実性というものが除去されてやっと経済がその時点から回復に向かっていくとファイザーのね製品はワクチンは2月14日にそうですね日本に届くと日本届くということあどれくらい量が届くか分からないんですけれどもとにかくそれを乾きにですね 医療従事者を皮切りにです、ね、こ、えー、刻も早くあのワクチン接種を展開していかなければならないと、それが結局、経済を回すためのですね、はい、最大の方策になるであろうというふうに思うんです、ね。 ポール・クルクグマンが<ー>ずっと私がこの見解を参考にしているポール・クルーグマンがですね、はい、かつてはこの,あのコロナ禍における経済的影響というのは超,超長期停滞になってしまって、うん、深い長期停滞が長く続く可能性があるというふうに示唆していたんですが、はい、見解を変えましてですねこのこれ結構力強い V 字回復に近いような力強い回復をアメリカ経済はするのではないかと言ってるんです<ー>これは、うん、ニューヨーク・タイムズのコラムでこの多くの人が考えているよりもはるかに早く長く景気回復が続くと。うん でこれは根拠としては、まずワクチンです、先ほども私も申し上げた<ー>ワクチンが全,国に全米に普及して、はいえー、すれば、潜在需要が高まり、世帯貯蓄額の増加、えー、技術の進歩、バイデン政権の経済政策を誤って雇用の増大につながるというふうに、うで雇用から回復していくという、うそういう見方ですね。確かにあのアメリカももそうなんですけれども、はい えー、貯蓄額がです、ね、<え>この間にです、ね、非常に増えているんですね。で日本もね、はい、あの家計の現預金がすごく増えてるでしょ。これはあのコロナ禍でロックダウンとか緊急事態宣言で使おうと思っていたものは使えなかったのでお金をこの蓄えざるを得なくなった、えー、これがですね ワクチンの接種の広がりによって不安が取り除かれることで一気に需要に,あの需要に変わってです、ねはい、消費として市場に出ていくと市場に表面化するというようなことになれば、ね、へへへこれは確かにあの V 字回復がでも日本の場合には、はい、もう1つやっぱり政策の後押しが必要。 ということで、ですねいよいよ消費減税の時きがやってきまいりました、はい、なるほど、ここへ来てなんですね、ここへ来て、消費減税のとの時がやってまいりました経済を回す状況になったときに、そうそう、それまでは輸血をして輸血をして、潰れる会社のないように、失業が出ないようにってうのはやんなきゃいけなかった。そう つまり生命維持が中止になったんだけど、はい、これからは需要をいかにして拡大するか、<ー>とりわけ消費を拡大するかということで、はい、あの次元的にでもいいから、私は消費税をとにかく減税すべきだというふうに思いますけどねそうするとあの、春から夏ぐらいに大きな経済パッケージを作って、ええ、そこでやるってことですか果たしてそれがあの菅政権にできるのかと。お ちょうどこれ、選挙の時期にも絡んできますね。そう,そう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 、それですよね。総裁選の時期にも絡んできますね。そう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 。<laughs> だからね、あの政治家としても十分にインセンティブがあると思うので。そうですね、なんとかですね、これをですね、やっていただけると。クルーグマンが想定するような、力強い回復ということがですね。た、はい、早期による早期の力強い回復は可能なのかもしれないというふうに私は。 期待をしているんですけどね、えー、今日のスクープアップ、まあ、景気動向指数の話から足元の経済さらに少しこう目線を遠くに向けてというところの話までいただきました。My, uh, my fellow Americans. This is America's Day 来賓の皆さん、そして国民の皆さん、今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube、番組は尊くもろいものだと改めて学びました。工事市場 これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束,結束です。我々は東京・有楽町に立って日本放送から毎朝。 ラジオ放送を行っています平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間 回数もすでに700回を超えましたしっかりと理解をしてほしいです聴取方法の総意が分裂につながってはなりません、えー、私たちはあなたたちに誓,うでしょう誓います、えー、関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャストそして YouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します。皆さん、目下の課題に取り組むために協力が必要です。暗い,暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために全ての力を必要としています。国民の皆さん 神とあなた方の前での神聖な誓いを持って今日のこの場を終わりにします約束します本音を言いましょうあなたがもしもあなたがラジオを聴いたかと聞かれたならば飯田浩二の OK 工事アップをいつも聞いていると。 答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。